やっほー、皆さんこんにちは。ジジジチャンネルのみそ汁です。今日もグッドゲームガールズチャンネルに来てくれてありがとうございます。さてさて、本日はファイナルファンタジーブレイブエクスビアスの実況をしていきたいと思います。本日はなんとですね、お待ちかねのこちらの桜雲の賢者、黄雲の賢者桜のリミットバーストが CG のメインキャラクター、レア召喚排出メインキャラクター第2弾、ラスウェルさんに続き第2弾でございます。前回のラスウェルさんの時は結構回したんですけど、出ず悲しみに明け暮れちょっと今回このさくらちゃんを狙って33連したいと思います。で、さくらちゃんの他にもですね、こんな感じ追加キャラクターが来ております。ウェルンさん、セトナさんですね。星4排出のお二人ですかね。で、ウェルンさんは、俺はしがない鍛冶屋だ、武器や防具の陽明かと言っておる。セドナさんは、これでも剣闘士のセドナって結構流し入れてるのよ。なんかちょっと、セイントみたいな感じがしますね。こちらの二人に関しては、ストーリーイベントが来ていますので、こちらで、まあ、ストーリーがわかるという仕組みだと思います。いつも通りだったらね。はい。白賢者と魔法の杖。あ、さくらちゃんの猫、あ、ローゼリアが出てる。北さん、ローゼリアが来てますよ。嬉しみ、激しみ。いや、私、ローゼリアちゃん、初期で、一番最初のガチャとかで、引いたんですよ。で、ギャルが使えて、最高白魔導士だったんですよ。で、なんか、さくらがね、ミシリアを、私、どっかの動画で多分言ってると思うんですけど、さくらがミシリアをね、作った人なんですよ。で、ローゼリアはそのミシリアができる前にそこに住んでた人で、ミシリアができた時とかのストーリーに食い込んでて結構ね気になってたんですよ。なんでめちゃくちゃ気になるところが今回ストーリーイベントとして追加されたみたいですね。こちらはね、配信は明日からね北海道に行くのでできないかもしれないんですけど、またちょっとツイッターで熱く語り合いたいですね。はい、ではですね、早速引いてみたいと思います。もうすでにピックアップは引いておりまして出ませんでした。以上、解散。で、星さんキャラクターはローゼリア、ラグルス。この2体がですね、前は3から5だったんですけど、今回から6に覚醒解放しましてですね、ローゼリアに至ってはもうアビリティ解放、覚醒してたんですけど、新たにね、覚醒するものが増えたりとかして、私、ローゼリアちゃんはね、もうアビリティ覚醒前の段階してたので、もう一個ね、して、私の中の白魔導士にしようかなと思っております。では、引いていきたいと思います。11連目。頼むよ、最近ね、ちょっと、あんまり虹が出てない。頼む。ノクトの時も出なかったんですけど、蓄積はされているはず。蓄積はされているはず。頼む。あー、お願いします、お願いします。おお、金がいっぱいだ。でも、金が欲しいのはそこじゃないんですよ、個人的には。あ、お、セドナで止まった。おー、で、今回はですね、トラストモーグリがもらえるということですね。なるべくウォールのトラストモーグリ欲しいですけど、まあ、出ずですね。しょぼー。ゴリ高き剣豪とか嬉しいですけどね。賢者の杖、そろそろもう一本取れるんじゃないかな。いきます !22 連目頼む!お願い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 !あー、虹。うえー、苦しい。うがー。にゃーん、せめて、あー、せめて勝ちや。うえ、苦しい。ピックアップ、ノーピックアップじゃん。うやー、胸が張り裂けそうだ。33連目ラストいきます。頼む。周回もしたいんで、ラピス取っておきたいんですよね。引きたくないよ。うえ、虹ないよ。うえ。ノクタの時から出てないから、もうだいぶよ。アメリアタン、ありがとう。ありがとう、アメリアタン。うえぇ。ちょっともう一回行きたくないなぁ。出る気がしない。もう一回行っとく ?44 連行く、いやー、やめとく、いやー、でもベルンも出てないんだよ。苦
しい。もう一回行こう。44連目頼む。降りてきてくれ、降りてきてくれ。青回、これは確定演出ですね。上頼む頼む頼む。あー虹、待って、そしたら私77連虹なし。ういえ、嘘でしょ。あ、オール出た。まあオール出たから自分の中ではまあワースかな。あー、うえー、はい、まあガチャとはこういうものですね。はいはい、というわけでね、あーもうラスでね、続きさくらちゃんも出ず、ノクトも出ず、ニジも出ず、そんな結果でございましたけれども、またチケットとかね、多分クエストをクリアしていくと手に入ると思うので、それでちょっとね、もうちょっと粘ってみたいと思います。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は下の赤いボタンをタップまたはクリックでできるので、ぜひよろしくお願いします。動画の高評価もお待ちしております。虹なし伝説、いつまで続くのか。ではまた動画でお会いしましょう。じゃあねー。